珍しいな、人間がこんなところに来るとは。あなたがビーアーガさんですか？そうか、お前たちがヘイドレクの言っていた連中だな。100年後の未来から来たなどと到底信じられんが、あのヘイドレクが言うからには本当なのだろう。で、そんな連中が俺に何の用だ？その前に教えてください。あなたは戦いが終わってからずっと一人でここにいると聞きました。フェザートライブの英雄なのにどうしてなんです？その話か。お前たち、狩人が獲物を狩るのは何のためだと思う？食うためだ。殺して食うために狩るのだ。狩人に限らん、動物は皆食うために殺す。殺して食わねば生きていけん。それが摂理だ。だが俺は食いもせんのに、殺して殺して殺しまくった。相手が100年目の怪物で、殺さねば大勢の同胞が死ぬとはいえな。でもそれは仕方ないじゃないですか。そうだ、仕方がなかった。そんなことは分かっている。だがこれは俺自身のけじめなのだ。摂理に反する摂政をやらかして汚れた己を戒めるためのな。なんだ、まだ何かあるのか？俺の技だと？あなたはこんなところに引きこもって自分の技を誰にも伝えなかった。そのせいで100年後の私たちには怪物と戦う手段が一つ欠けた。あなたにはその技を伝える義務があると思うけど。面白いことを言う女だ。一つ条件がある。何？技を覚えるには生きた獲物をいて殺さねばならん。が、技を覚えるために殺すなど摂理に反する。せめて殺したら食え、食え守れるか？分かった。よし、
驚いたな。これがそうか。本当にあなたの技そのものが体の中に入ってきたような感じ。ありがとう、ビアーガ。礼には及ばん。技を伝えるのは俺の義務なのだろう。え、それは確かにそう言ったけど、その技で一族の子孫たちも守ってやってくれ。ビアーガ。ええ、任せて。